こんにちは、R です。スプラトゥーンマサ調査団の団長 R でございます。さあ今日もですね、もらっているネタを詳しく調べていきましょう。今日いただいているネタは広場でできる小ネタです。こちらです。じゃじゃーん、ノアノアさん、ありがとうございます。 R さん、小ネタです。ロブさんに話しかけていないと衣がポロポロ落ちていなくて、話しかけていると衣がポロポロ落ちています。採用お願いします。そんな演出あったんじゃ、知らなかったな。てか僕ロブに全然話しかけませんからね。よし、調べてみるか。衣が落ちるのはね、 OK、 行ってみましょう。はい、やってまいりました。ロブさん、まあね、ぼーっとしてっからな、ね、靴屋見てっからな。じゃーん、話しかけてみましょうか。お、いらっしゃい。あー、ほんとだ。結構ポロポロしてるんですね。あー、落ちる落ちる。あー、あららら、ポロポロポロ。んーと、じゃあ、あれ大丈夫かな。ずーっと待っとったら全部落ちたりせん。落ちたやつはどこ行ったんかね。柱邪魔だな。店内は綺麗に掃除されておりますので、まだ落ちて間もないのかな。確かに、まあこの時は落ちてないですね。そして話しかけていくと、ボロ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 。フードか。フードもあんまり使ったことないけどな。めっちゃ持ってないわ、俺、チケット。ロブさん、あの衣は何なんですかね。カラッと揚げられちゃったんですかね。大変暑かったでしょうに、ね。それか、普通に、おしゃれ。あんまり僕にはこの衣がおしゃれだとは思わないんですけど、ロブさんには何かあるんでしょうね。まあ美味しそうではあるんですけどね。ポロ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 。このままちょっと待ってみましょうか。衣が全部落ちたら面白いね。とまあ結構な時間待ってみたんですけれども、やっぱりそこまでは仕込んでないですよね。任天堂さん、ありがとうございます。もしこれでね、全部衣がなくなってロブの真の姿が出てきとったらね、僕はもう、まあね、そこはね、神ゲーではあるんですけども、そこまでのこだわりがあったら、涙が出ましたね。OK、戻りましょう。衣は落ちてないですね。もいーん。しかしまあ、さっくり上がってます。チュンチュン。はい、戻ってきました。というわけでロブのね、衣は話しかけているとポロポロこぼれるという小ネタでございました。確かにね、待機状態では全然微動だにしないんでこぼれてなかったんですけれども、話しかけるとまあジュースを選んだりね、するときにロブがちょっと小刻みに動くんで、それに合わせてポロ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 衣が落ちてましたね。ってことは、あいつ動くときに衣絶対落ちる説。そして落ちるのが嫌じゃけ、あの待ってる間には全然動いてないのかもしれないですね。じゃあ、あの衣やめればいいのか。そう思ったのは僕だけじゃないはずです。ありがとうございます。スプラトゥーン噂調査団では今回のようにこのネタを募集をしております。ぜひともね、何か見つけましたら YouTube コメント欄等で教えてください。そしてチャンネル登録、コメント、高評価などもお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあまた見てやってください。じゃあね、バイバイ。お、生きとる。